これがシャルル・ビゼイのエコトラベルソです。メープル材で今回は復刻いたしました。オリジナルはイギリスのエジンバラに所在している楽器です。そしてそのオリジナルは黒檀と象牙、そして銀リング、で銀のキーによって作られているものです。ピッチはベルサイユの392。このキャップが非常に、割と大きいものになります。オリジナルはこのキャップが全て象牙になっているわけです。この歌口は比較的小さなものです。ビゼイの楽器の特徴ということもできますが、割と小さな8ミリよりちょっと大きいぐらいの歌口になっています。オリジナルではこの膨らみのこの部分が全て象牙ということで、大変豪華な楽器ということです。右手管に関しては、やはりこれもバロック独特の大変美しいジョイント部分の膨らみを備えた、そういうものとなっていますが、この部分が全てオリジナルでは象牙の装飾となっています。大変バロックらしいデザインだと思います。フットに関しては、このジョイント部分のこの装飾が施されたこの部分ですが、ここに銀のリングがはめ込まれている、います。そしてこのエコトラベルソとして作ったこのキーはジャーマンシルバーのキーを今回は付けました。このフットジョイントも大変魅力的なデザインだと思います。このキーポストの部分、この膨らみが通常のトラベルスよりもちょっと太い、そしてその丸さが、ちょっと大きめということができますので、全体の調和が保てるような、そういうデザインになっている、そういうフットだと思います。もともとこのメープルというのはちょっと白っぽい色ですが、今回は、ブラウン褐色に、ちょっと濃いめのブラウンに染色してみました。